はい、ご視聴いただきありがとうございます。リーちゃんです。前回の続きからまたやっていきます。で、クルルなんですけど、モノマネ師に変更します。これで他に出てくるやつ、1体しか出てけえへん敵よりは複数出てくる敵の方がアイテム手に入るんでいいんですけどね。踊るは他にもね出るんでね、ミステリーワルツとかが火力は高いんですけど、いまいち安定感はないんかな。2分の1で出るんですけどね。おーっと待って、これレアモンスター軍団やんけ。めっちゃ強いけどな、こいつら。とりあえず手前のやつらを、ね、無音かよ。いい、サクッと手前のやつをやっつけて、
魔法回避高いから当たんないんだよな、ほとんど。これ1個しかないから使いたくないしな。なんかなかったかな。これとこれでちょっと一回やってみようか。あー、それですか。めっちゃ強いですけど。3万ぐらいあるよな、確か体力。ドレインキッスは強いんですけどね。でこれ祝福のキッスやろ。なんか混乱させるやつがあったような気するけど、何やったっけ、これやったっけ。これ1個しかないけどな。この2つかな。やってみるか。カエルのキッスは効かんな。コンフィ当たるまでやるか。時間かかるぞこれ。聞いたー。ダメ、それはダメ。
ありがとうございます。74、やっほー。まあアイテムは微妙なものばっかりやけど、マイティーガードラーニングできたぜー。よっしゃー、これでだいぶ楽なるで。誰かシークやらせようかな。いやーこれ難しいな。ちょっとファリスにシークやってもらって、盗むでちょっとレアアイテムパクってもらおう。穴出てくるんやったら。お前かい、こいつばっかり出てくんじゃん。しょぼいなアイテムが。まあいいや。おお、もう落としてくれた。それは助かる。またお前かい。てかもうお前ばっかしやな。お、ええもん持ってますやん。これ確か動いたらアイテムもう一回盗めるんやったっけな。
それやったらマインドブラストで止めんのもったいないな。逆に安全ではあるけど。お、これでかい。あ、そうか。一回こっち来たもんな。いや、やってまおう。移動したらあかんもんね。もう一人欲しいよね。でも一人だとかなり回転悪いからな。レアアイテムの剣があるから、もう一回だけ粘ろうか。なんかめっちゃ出てきたな。なんやねんこいつら。ボスじゃないよね、こいつら確か。うお。あー、やってくるな、そういえば、そんな。げ、怖っ。ブラスターやってくんの。いやー、いらんなー。まあ、とりあえず上のやつはやっつけよう。
あら、これ麻痺効かんな、こいつ。いらねえ。撃ったパルチザン帰ってきたわ。もう10回ぐらいボス戦入ってんかな。もうエンカウントせえへんのか。出ないよね。出ないね。ちょっとアビリティポイント結構多めにくれるんで、ここいらでちょっと育成をしていかんと。育成するの遅いけど厳しそうですね。どうしようかな、わからんなこれ。クルルはね、一旦もうこのままでいいかなと思ってるんですけど、今度な、踊る格闘はちょっと欲しいんでね。もうでも青魔法覚えることないか。
まあ、これあったら十分なんで。侍も終わりかけなんで、このままやってもらって。終わったら文句かな。まあ、踊り子でもいいけどね。まあ、レナは魔力が高めなので、魔法職って感じでいきましょうかね。これで次行ってみたいと思います。ジョブが手に入らん。お、いいね。こいつやったらいけるんじゃない？なんかやりそうな気がせんこともない。ラストフロアの敵出てきたら経験値入らへんなるから、レベル上げとかな、やばい。
次元の森のやつか。わあ、目薬。これはでかいな。あ、間違えた。え、マジ？こんなん使うん、こいつら。混乱させよう。知らんかった。よし、あとは頑張ってあれをやってくれ。それじゃねえわ。まあ混乱したらやるかどうかは知らんけど、一生それやん。やったぜー。思わぬ収穫やと。知らんかったわ、こんなん。いつもバハムートとかですぐ倒してるから、こんなん使うと思ってなかったわ。あ、カエルの歌もか。うまし、うまし。青魔法がめっちゃ揃ってきたぞ。うわー、これうざいやつやん。悪魔の瞳やってくるやつやな、カウンターで。
硬てえなこいつ。これは時間かかるなぁ。まあでも敵の数多いから報酬多そうなんで頑張りますかね。これ効かへんかったからな。これちょっと時間かかるな。普通にあかんわ。きついなこれ。まあまあ痛いし。ほんでだからマインドブラスト2発やったら倒せんか。うぜえ。助かったわ。トンズラつけとこうか。このままフリーザがエアナイフ乙女の傷。アイテムばっかりやんけー。ほぼほぼフリーザがだけて。こいつダークマターやったから盗めんの。ですよねー。やられたわ。
マジかよ。うぜえこいつ。LR 押してたら逃げられないって出るんやけど。あ、逃げたわ。トンズラ失敗ってことね。これはやばいんじゃん。フォースシールド。なんじゃそれ。強えけど重いな。なにこれ。くっそ重いんやけど。でも防御高いな。これにしよっか。せっかくやし。だから。いらねえ。オッケー、家抜き覚えた。でね、ちょっと攻撃役を一人増やしたい。
家抜き効かんやろ多分と勝手に思ってるんやけど、ちょっと踊り子の家抜きにしようか。プレイいいんじゃん。ああでも正宗ないんか。あー怖いなこれ。なんとかなるか。ならんかったら逃げよう。逃げられんかったらなんとかなるやろ。きたー、眉頭使い。今85回ですよ。遅すぎ。聞かねえわなあ、そら。青魔導士を時魔導士に変えたいやけどな。ないんだよな時魔導士がな。だから正宗がいるんだよ。いやもう青魔導士を変えようか。こうしたらいいじゃん。あ、違うな。これやったらレアにせなあかんの。攻撃高いわ、こいつ。うぎゃー、やめろ。タフだねー。オッケそこはジョブ入れといてくれよ。もうマジきついって。いやーマジ召喚士と時魔導士強えなこいつら。
後ろのやつ確か連続前ってくるやつやろ。あ、これはいいやつ手に入った。うざ。おいしいな。おいしいやな。踊る要員がもう一人増えたらなんとかいけるんで、もうちょっとだけ我慢して。あ、頑張るか。頑張ろう。マイティガード張った方がいいな、これ。危ないな。なんとかなるか。やめー、それ。お？二人ほど効かない方が。一人は炎の指輪やけど、フォースシールドかな？うざー、もう風切れ抜すんだよ。いやあ、めっちゃ手に入ったわ。ありがてえ。なんちゅう凶悪なメンバーや、これ。居合抜きすればよかった。もったいない。もうええわ、しゃあない。早くやってくれ。長いね。きたーん、2匹ヒット。時間がね、あんまないんで。きたー！おいしい！
多分鉄巨人は当たらないんで、もう普通にそれやめんかい。いやー時間大丈夫かこれ。よっしゃ、とりあえず今回はねもうここで終わろうかなと思いますんで、次回もまたこの続きご視聴いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。それではご視聴いただきましてありがとうございました。